こんばんは、ペキです、えー、今回は宮城県岩沼市に来ていますここから車で2、3分のところの住宅で、えー、長田邦子さん、当時65歳が玄関内で倒れているのが発見されます2012年の3月30日午前11時25分頃に邦子さん宅に公共料金の支払いを求めて訪ねた男性が邦子さん宅の玄関に 結婚が点々と付着していることに気がついて警察に通報しています。すぐに警察が通報駆けつけたんですけども、住宅の中を確認すると玄関の中で国子さんが倒れていたと。で今回その現場に行って一緒に考えていきます。一本こうしっかりとした通りに出て、車通りもありますよね。まあ自転車なんかも走っていて、まあコンビニもある住宅もある会社もあるという感じです。ここを右折していきます。 結構にぎやかな印象ですね。で、一本入っていくと、まあ、コンビニもあって、ちょっと住宅地も広がっていると。で、この撮影に行った日が日曜日だったんですけど、多分平日の夕方とか、まあ、時間帯によっては結構車通りもあるんじゃないかと思います。で踏切があるので、これを渡っていきます。 で踏切を越えるとですね、結構こう、広がっ田畑が広がっているというか、まあ、少しのどかなところになってるんですけど、あんまり寂しいっていう印象は受けないですね。1本入ったところの、こうちょっと田舎なところというか、まあ、田畑の広がっている、えー、のどかなところっていう印象ですね。ただ、車通りもありますし、ここを右折していきます。 曲がっていくと正面にまた住宅地が少し広がっているんですけど、まあ、その手前、右側会社なのか工場なのかで車も止まっているんで多分この辺は人の出入りっていうのは結構あると思いますでこの多くの住宅の右手側のちょっと見づらいちっちゃいんですけど焦げ茶色の屋根をしている2階建ての家がこの事件発生現場になりますでちょっとこの辺住宅とあと人が結構外に出ていたので画像処理させてください で住宅地の中に入っていって T 字路になっているんですけども、ここを右折していくとその現場にたどり着くんですが、ちょっと車が止まっているのと人がいたので、左から迂回していこうと思います。まあ、事前に地図で調べてあって、左からぐるっと回っていく道もあったんですけども、あるっていうことは分かってたんですけど、ちょっと道に迷い気味になってしまいます。あのおばあちゃんたち数人が、まあ、井戸端会議をしていいいる。まあ、天気もいいですからね。 人けはかなりあると思いますね。ここを左に曲がってぐるっと回っていきます。そうするとまた住宅地広がってますよね。で、新しい家もあるし、古い家もあるっていう印象なので、まあ、私、初見ですけど、こう、治安が悪いとか、まあ、物騒な場所、何か事件が起きるような場所っていう印象はないですね。まあ、人もいるんで、どちらかというと、穏やかで安全な住宅地っていうイメージです。ただ、ちょっと道は細いですよね。 ここを先に進んでいきますで今回考えていきたいのがですねこの邦子さん宅の玄関というのは邦子さんは玄関の内側で住宅の中で倒れていたんですけどえ玄関の鍵は施錠されていてその鍵自体もなくなっていて現在も見つかっていないんですねなので犯人がどこから侵入してどこから逃走したのかということをまず一つ考えていきたいと思います ちょっと道は細くてぐるぐるしてしまうんですけどちょっと迷子気味になっていますでこの先ちょっとぐるっと回れる国子さん宅側に回っていく道もあるようなんですけどちょっと発見できなかったんでこの先で U ターンしていこうと思いますで事件から9年が経過していて、まあ、ここ最近もですねこの近くの駅で情報提供の呼びかけっていうのはあったんですけど 解決にはつながっていない有力な情報はないということですね、まあ、住宅地を抜けるとやはりこう田畑広がってますねこうしっかりした通りもあってコンビニや住宅地会社もあって、えー、のどかな場所もあるっていうんで住みやすい場所でいいところだとは思うんですけども事件とかがあんまり起きるっていう印象はあんまりない物騒な印象はないですねでこの事件ですね、えー、この動機も考えていきたいんですが まあ一つがこの、まあ、冤婚ですよね。国子さんの元旦那,、うん、旦那さんっていうのが、まあ、事件から数年前に亡くなっているんですけども、まあ、以前貸金業を営んでいたと。で、国子さん自体もその後、まあ、スナックを経営しているんですけど、まあ、そこでこうお金のトラブルとか、まあ、色恋沙汰っていうのは結構大きく印象があるので、まあ、一つはそこからの冤婚じゃないか。あともう一つは考察動画を上げた時に、リスナーさんからコメントいただいたんですけども、 あの突発的にリサーチとかはしていないでこの邦子さん宅に訪問販売みたいな感じで押し入って物を取ろうとしたんじゃないかっていう考察もあってこれ結構私も納得できるんでこの考察には乗っかりたいなと思うんですけども怨恨、まあ、なのか物取りなのかっていうところと侵入経路について考えていきたいと思いますちょっとぐるっと回って、まあのどかな道を走る映像が続いているんですけども先ほどの場所に戻っていきます 少し道は細いんですけど、なんかいい印象ですね。なんか怖いとかっていう感じじゃないですね。で、この先にですね、さっきおばあちゃん数人が、まあ、天気もいい日曜日なんで、日向ぼっこしていたんですけども、たぶん楽しい話をしてたと思うんですが、声をかけさせていただいて、少しお話しさせていただきました。で、まあ、急に行って、ね、 このいい時間帯にこんな話をするのもちょっとな気が引ける部分もあったんですけどお話を伺ったところ、まあ、どうやらこの邦子さん宅は現在管理はされていないですし人も住んでいないとで事件が解決もしていないし、まあ、それらしい情報っていうのもないっていうことですねであの見ず知らずの私が、まあ、こんな話を言って突然したんですけど、まあ、すごいあったかくこう 話話を聞いてててくくださってお話ししれました多分土地柄がすごいあると思うんですけどでそこに車止めといていいよって言ってくださったんでこの右手側行ったところのちょっと脇に車止めさせていただいてくにこさん宅の方まで行ってみようと思いますでこれはっきりとは言わなかったんですけど邦子さんの最後の目撃情報っていうのは多分この道を自分の車で帰宅した時に自宅に戻ったのが最後の目撃情報なんですねでそれを姿を最後に見た 要は最後に会釈し,して挨拶したおばあちゃんが、まあ、どうやら中にいたような雰囲気です。はっきりとは言ってませんでしたけどなんかそんな感じでしたね。で、ここからは歩いていきます。右側の赤い焦げ茶色の屋根の2階建てのところがそうですね。まあ、この辺なんかは不審な車とか不審な人がふらふらしてたら結構分かりそうな気がしますし目立つんじゃないかなと思います。まあ、周りは田畑広がってますけどここの一角は住宅地なんで。 あんまり変な人が歩いてたりしたらわかるんじゃないかなと思いますね。で、ここそうですね、手前の方ちょっと草で覆われてるんですけど、入り口はもう少し先にあります。ここが入り口になりますね。で、車も止まっていて。 で玄関もあるとで。この玄関の向こう側で邦子さんが倒れていて、まあ、犯人が踏んだあ結婚の結婚踏んだ足跡っていうのも点々としていたとで。車を置いてあるんですけども、これ多分邦子さんの車でタイヤの空気が、まあ、ほとんどぺちゃんこだったんですね。なんで多分この土地自体は多分草刈りとかはされていると思うんですけど、管理はされていないようですね。まあ、大きな窓もあるし、まあ、ここにドアがあると。なんか訪問販売とかでも入りやすいし、 まあ友人たちも訪れやすい場所ですよね。駐車場も狭くないし。今度、裏手側から回っていきますで。お隣のお家なんですけど、これは人が住んでるか管理はされてますね。裏からも、ちょっと T 字路に、細い T 字路になっていて、本当は車でここまで抜けてきたかったんですけど、ちょっと道が見当たらなかったんで、歩いてきています。まあ、ちょっと砂利道になっていて、裏は、こた肌が広がっていると。 ちょっと怖いのはこの夜中ですね、物取りだったら、この田んぼの中を突っ切って人がある犯人が歩いてても、まあ、ここから犯人が侵入してもなかなか気がつかない、それこそ目撃情報がないんじゃないかと思いますね。ちょっと裏手側は寂しくて、えー、ちょっと怖いというか寂しい、まあ、怖いまではいかないですけど、人が歩いててもわからないっていう感じですかね。でこれが裏手側の道になります。 まあ、国子さんのの住宅の裏ですねでこの手前のお家まち、あ、ちっちゃな畑があってお手入れされてるんで、まあ、この土地は誰か管理してるか人が住んでるっていうことになりますで左側が住宅なんですけども、まあ、裏はフェンス柵がなくてで大きな窓もあるんで物取りだったらここからすごく入れそうな印象を受けますよねで脇もなおかつ入りやすくて、まあ、窓もあるということなんで まあ物取りだったらわざわざ玄関から入らないで裏から入るのかなと思います顔見知りの怨恨だとしても住宅を知ってるんだったら裏から入る可能性もありますしただ、まあ、玄関から普通に邦子さんを訪ねて招き入れられて中でゆっくり犯行に及ぼうとしていた可能性もあるんで、まあ、その辺が何とも言えないところですよね裏は人目にもつきにくいですし人が入りやすいですね でここですね、下の窓に、ちょっと中で人が動いたような感じがしたいので、まあ、怖いんですけど、ちょっとカメラを寄ります。多分気のせいだとは思うんですけども。あとは、ちょっと動機として考えられるのがですね、あの事件発生の1年ぐらい前に、邦子さんはあの生ごみ処理機の販売の集まりの。 集まりに参加していたんですけど、まあ、急にそこに顔を出さなくなっているんですね。まあ、なので、もしかしたらその生ごみ処理器の販売で、怨、ま、恨、あ、とまでは言わなくても、まあ、人間関係でちょっとトラブルがあった、あもう行くのやめようかなとか、あなんかちょっともう行けないなっていうような状況があったああ可能性もあって、まあ、そこから事件に発展した説も1個あると思います。あとはですね、えっ、ー、と、 邦子さんの傷なんですけど、まあ、右側の首に傷があったんですね。ということはその犯人は左利きだったから背後から襲ってるっていうことになるんですがこの玄関で襲われたのか玄関から犯人が訪ねてきて玄関で襲ったのかもしくは、うんまあ、裏の窓とか脇の窓から入ってきて邦子さんが帰ってきて自分で鍵を閉めた後に攻撃したのかっていうところになるんですけど。 ただ玄関が外から施錠されているんで、まあ、玄関から侵入して玄関から逃走したっていうのが自然なように感じますね入りやすそうな感じですよねでただ邦子さんこの事件発生時大変金銭的に困窮していまして、まあ、自宅の電話も止まっていて携帯電話も止まっていたっていう状況なんで邦子さんと連絡を取ろうと思ったらこう第一発見者の人もそうなんですけども、まあ 手紙はがきを送るか直接この邦子さん宅に訪問するしかないんですよだから友人がこの家を訪ねるっていうこと自体は全然違和感がないですねちょっと先ほどのおばあちゃんたちに挨拶して岐路、えー、につこうと思います私の考察としてはやっぱりこの生ごみ処理機の販売からの まあ人間関係の怨恨で、まあ、連絡が取れないことから住宅まで来たと。で、住宅で邦子さんを襲ったっていう考察が私の考えかなと思いますね。ただ他にもこの訪問販売とか、あと物取りの線っていうのは全然拭えないと思いますね。で、戻っていきます。まあのどかな場所ですよね、いい場所。まあ、住宅地もあって、 で会社もあって、まあ、近くにはコンビニもあるんで、まあ、歩いて行けるようなとこにもコンビニありますし通りもあるんで生活はしやすすい場所ですよねでこの先に先ほど通ってきた T 字路で、まあ、車が何台か止まって自転車も止まっていて人も出てたんでちょっと何かあったのかなと思って声をかけました。 なんかやっってるととちょっとあれですよね、まあ、現場を見た帰りっていうのも、でで怖いですねですでなんか風で自転車が倒れちゃったみたいなんですけど、あの私もちょっと止まらずスルーしちゃったんですが、なんか多分この周辺の人って、まあ、さっきのおばあちゃんもそうなんですけど、まあ、すごいあったかい人が多い印象があって、うちの地元だとああいう風うに、まあ、自転車が倒れてても、人が倒れてても、 まあ,あんまり声かかけないといとうか、うんまあ、そこまでじゃなくても、うん、親切に人が大丈夫ですかっていうのはあんまりないんで多分土地的にすごいあったかい場所なんだなと思いました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。ペキでした